R.G.D. アレンは、イギリスのウースターに生まれた、経済学者。ロンドンスクール・オブ・エコノミクスの教授であった。専門は、数理経済学、統計学、数学である。ジョン・ヒックスと共に、ローザンヌ学派の成果を世界に紹介するのに、貢献した。ヒックスと協調で1934年のエッケナミカに、発表した論文、A、リーキンジ・ジタンション・オブ・ザ・セオリー・オブ・バリューは、 公用最大化から需要関数を導く方法を導入し、それに伴う収入と代替効果の分解を示した。これは新古典派経済学におけるパレート派復活を引き起こした。有名な1938年の著書は、次世代のために数学的基礎を敷いたもので、代替の部分弾力性をはじめとする目新しい概念を導入している。 後の業績はもっぱら統計学についてのもので、特に小売価格と指標の問題を扱っていた。アーサー・ボーリーと共同で行った1935年の有名な家計支出調査と予算分析は経験的ミクロ経済学の先駆的な試みであった。ありがとうございます。